こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では本日発売になりましたユニクロとジルサンダー氏とのコラボレーションラインであるプラス J ですね、こちらをですね実際に買ってきましたので実物レビューを皆さんにしてみたいなというふうに思ってます。きっとですね本日の発売を楽しみにしている方かなりたくさんいると思うんですね。というのもこのコレクションはですね3回続いたわけなんですが今回がラストになるということでかなり注目されているコレクションだったんですね。とは言ってもですね実際にお店に行っていたら今回はですね初回ですとか2回目のコラボレーションよりは若干ですね人は少なかったかなという感じがしています。というのも今回はですね結構1点あたりの単価が高かったりだとかあとはいろんな店舗でプラス J を取り扱うようになったということで、まあ、1店舗にですねお客さんが集中するということがなかったので割とですねお買い物がしやすかったかなという印象でした。まあ、僕の中でもですね事前にプラス J のですねおすすめ商品というところで動画を撮っていたわけなんですがそちらのですね答え合わせとしての動画になりますのでぜひですね皆さん最後まで見ていただきながらどれを買おうかなという参考にしていただければなというふうに思っています。今回はですね前置きはこのあたりにして早速本編に行ってみたいと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ここからはですね実際に購入したものを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですがまず一番最初にご紹介したいのは今僕が着ているこちらのダウンですね。商品名はですねダウンオーバーサイズパーカーのオリーブということで、まあ、色はですね結構迷ったんですね。同じ形でも実は3パターンありましてこちらのオリーブとあとは色違いのブラックそしてもう一つはですね1着の中にネイビーとオリーブが混ざったようなダウンになっているんですが、まあ、3つとも試着をしまして個人的にはですねこのオリーブがですねなかなか色合いが良かったのでこちらを選択しました。本当にですね最後までブラックと悩んだんですね。まあ、非常にブラックもシャープでかっこよかったんですが、まあ、先日発売になりましたユニクロとホワイトマウンテニアリングとのコラボレーションモデルそちらのダウンも僕は購入してるんですがそれがブラックだったのでちょっとかぶってしまうかなというのもあってこちらのオリーブを選択したわけなんですが、まあ、そもそもですねダウンの選択肢としてブラックというのは定番的でいろんなお店で取り扱いがあるんですがこのようなオリーブというのは正直珍しいかなと思ってます。しかもオリーブというのは色としてはそんなに簡単ではなくて失敗するとすごくやぼったくおじさんっぽく見えてしまうんですがこのオリーブはですねさすがに上品なんですね。まあ、オリーブの中でも深みのあるような色合いでしかも素材感も非常にいいので、まあ、今回のプラス J で選ぶのであれば僕はですねこのオリーブが間違いのない選択かなと思ってます。まあ、デザインとしてはですね結構シンプルなんですね。そこまで木をてらったところはなくてですね非常に使い勝手がいいんですが、まあ、デザインの特徴としてはですねこの胸のあたりにですね切り替えがある部分ですね。これがですね結構着こなしのアクセントになっていて同色なのでそこまで目立たないんですが近くで見た時にはですねちょうどいいアクセントになっているのかなと思ってます。まあ、もう一方のですねネイビーベースにオリーブのですね切り替えがあるものは正直ですね僕は目立つなと思ってどこかで飽きそうな気がしたのでそれはパスをしました。個人的には1着買えばですねプラス J のアイテムは長く着たいなと思うのでこのようなですねシンプルなデザインの方が使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、デザインがシンプルなだけに色合いはですねオリーブというところで少し変化球を入れてあげるのが僕はバランスがいいかなと思うのでこちらを選んで個人的には大満足ですね。まあ、素材はですねダウンが 90% のフェザーが 10% ということで、まあ、十分に暖かいですね。これから真冬にかけてガンガン活用できるかなと思ってるんですが、まあ、内側にはですね今回はバンドカラーシャツとカーディガンを合わせています。まあ、ダウン自体がですね結構カジュアルなので内側はですねちょっときれいめに振ってあげるのがいいかなと思ってます。まあ、実際にプラス J の特設サイトでも内側はですねバンドカラーシャツとか合わせていて少しきれいめな感じになっているのでそのような着こなしというところをですねトライをしていただければなというふうに思ってます。あとはですね素材の質感ですね。これが非常に良くて、まあ、ポリエステルなんですけども安っぽく見えることがなくてすごく上品な仕上がりになっているんですね。
このあたりは先日発売されたホワイトマウンテニアリングと比べて価格も上がっているので、まあ、かなり上品な仕上がりになっているかなと思ってます。もちろんですね、5万円以上するダウンと比べればやっぱり違いは多少は出るかなと思うんですが、1万円台後半ですね、それぐらいの価格帯でこの雰囲気であれば僕は十分納得ができるのかなというふうに思ってます。まあ、今のようにですね、前を開けて着るのもいいですし、閉めてきてもですね、だいぶ雰囲気が変わるので、ちょっとですね、閉めた状態もお見せしたいと思います。はい、閉めてみました。どうでしょうか。また全然雰囲気が変わるかなと思います。閉めた方がよりですね、こうアウトドア感が出てくるかなと思うんですね。暖かいですし、見栄えも大きく変えられるので、まあ、1つのアイテムで2パターンの大きな見せ方の違いが出せるのは個人的には嬉しいかなと思ってます。まあ、ボタンとですね、ジップ2つありまして、個人的にはですね、ジップを使うよりはボタンで一部止めてあげる方がバランスがいいなと思ってまして、上の方は止めて、下はあえてですね、開けっぱなしにして下に着てるものが見えるというバランスが個人的にはバランスがいいかなと思うので、このあたりも含めてお楽しみいただければなと思ってます。このダウンはですね、非常に満足度が高いですね。一つのシーズンに2着のダウンを買うというのは僕自身も初めてだったんですが、まあ、それぐらい気に入ってるアイテムなので、ぜひ皆さんも店頭で試着をしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のアイテムを皆さんにご紹介したいなと思うんですが、今僕が着ているこちらのシャツアウターですね。商品名はですね、ウールブレンドオーバーサイズシャツジャケット。色に関してはですね、ダークグレーを選択しました。これまたですね、めちゃくちゃ良かったんですね。実はですね、昨年のプラス J にも同じようなものがありまして、僕は購入したんですね。で、結構それをガンガンに活用したので、まあ、今回はですね、同じようなのでちょっとパスしようかなと思ったんですが、実際に試着したらやっぱりめちゃくちゃ良かったんですよね。ですので、こちらは予定外だったんですが購入をしました。このようなシャツアウターというのはここ最近はですね、トレンドアイテムになってまして、プラス J だけではなくてユニクロ U だとか、あとはユニクロのですね、通常のラインでもちょっと雰囲気は違いますが、シャツアウターは展開してるんですね。まあ、その中でもですね、完成度が抜群に高いのがこちらのシャツアウターかなというふうに思ってます。まずはですね、素材の質感がね、めちゃくちゃいいんですね。まあ、表記を見てみると、ウールが 69%、 そして 29% ナイロンで、ポリエステルが 2% ということで、まあ、ウールがブレンドしてあるということで、表面の質感がね、すごく上品なんですね。これがですね、僕は個人的にすごく気に入りまして、まさに秋に活躍しながらも、これから先ですね、真冬になってくるとですね、内側にちょっとこうカーディガンを入れてみたりだとか、インナーダウンを入れてみれば、なんだかんだで12月末ぐらいまではいけるかなと思いますし、意外とですね、この上にロング丈のコートなんかを羽織ってしまえば、シャツアウターってこのままですね、真冬も使えたりするので、結構ですね、去年買ってみてすごく良かったんですね。まあ、デザイン自体はとてもシンプルなんですが、オーバーサイズということで肩のラインだいぶ落ちてますね。まあ、ゆったりとした雰囲気もいいですし、胸のポケットですとか腰ポケット、このあたりのディティールもですね、すごく丸みがあって、個人的には少し可愛い感じがするのがすごく気に入ってるポイントなんですけども、色味もまたいいですね。まあ、ダークグレーということで、まあ、最近はですね、この色がですね、かなりバリエーションとしては多くて、まあ、ブラックに次ぐ大人っぽくて都会的な色として、このダークグレーの雰囲気はですね、めちゃくちゃいいかなと思ってます。僕はボトムスブラックを選ぶことが多いんですが、もちろんこういったブラックとの相性もいいですし、内側にはですね、ダークグリーンを着ているわけなんですが、まあ、こういった色ともダークグレーは相性がいいので、大人っぽいようなですね、濃い色の組み合わせの中で非常に使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。決して派手さはないんですけども、これはですね、1枚あるとなんかさらっと着たくなってしまうんですね。前回のシャツアウターがそうだったように、今回もですね、かなり着倒したいなというふうに思ってます。まあ、感覚的ではあるんですけども、去年のシャツアウターに比べると少しコンパクトになってるかなと思ってます。特に腕の長さなんかはもっと大胆に長くて、そこがですね、個人的には少し引っかかっていたんですが、こちらはですね、程よくゆったりぐらいで腕も長すぎないので、今年の方がですね、より完成度が高くなってるかなと思ってます。まあ、特に大人の男性にはですね、これはめちゃくちゃ使えますね。まあ、シャツの色をもっと明るめに振ってあげてもいいと思いますし、まあ、バンドカラーシャツだけではなくてレギュラーカラーも合いますし、本当にですね、着方のバリエーションもたくさん組めるので、これはまた後日ですね、コーディネートの解説をですね、しっかりとしたいなと思うので、そちらもお楽しみいただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着ているですね、こちらのシャツブルゾンですね。これまたですね、決して派手さはないんですけども、着てるうちにですね、
じわりじわりとよく感じてくるようなすごくですね満足度の高いアイテムなんですね。まあ、商品名はですねオーバーサイズシャツブルゾンということで、色は3色展開なんですが、僕はオリーブを選びました。この色味がすごくいいですね。まあ、どのアイテムもそうなんですけども、プラス J のアイテムというのはやっぱり色味がですね絶妙なんですよね。なんか何色と表現したらいいのか結構分かりづらいような、本当に曖昧な色というところが魅力かなと思うんですが、こちらはオリーブというですね表記になっているんですが、見え方としてはちょっとブラウンっぽくも見えますよね。この色合いがですね個人的に非常に気に入ってまして、まさに秋冬っぽい色合いなんですけども、やぼったく見えないような上品な見え方をしているところが個人的には素晴らしいなと思ってます。素材の質感もすごく良くて、コットンとポリウレタンが混合されているんですが、非常にですね質感いいんですね。金額は6000円前後なので、決してシャツ系の中では安い感じではないんですが、その分ですね質感はすごくいいので、今年だけではなくて数年考えた時にも非常にこれは使い勝手がいいアイテムかなというふうに思ってます。デザイン的にはシャツなんですけども、シャツブルゾンということで結構ですね凝った作りになってるんですね。上だけ見るとブルゾンっぽさはないかなと思うんですが、まず特徴的なのはこのポケットですね。このポケットがつくことで一気にブルゾンっぽくなるんですね。ここもですね個人的には結構好きなポイントで、なんか服着てるとこの辺りにポケットがあると安心感ありませんか。個人的にはパーカーとかも好きだし、アウターに関してもここにポケットがあるとすごく楽だったりするのですごく好きなんですね。ここのディティールですね、ポケットの入り口もですね違った生地が使われているので、この辺りの雰囲気もですねやっぱり満足度が高いですね。ただここのですね色合いもですね結構近い色を使っているので悪目立ちしないんですよね。ここに派手な色とか使っちゃうと一気に個人的にはですねテンションが下がるので、このあたりのですね細かい部分の生地使いなんかはすごく魅力的だなと思いますね。あとは裾がですね絞れるような仕様になってるんですね。絞ってしまってちょっと折り返しながらたっぷりめに着るのもいいかなと思うんですが、僕はそういったことは特にせずにですねこのまま着るんですけども、こういったポケットだとか裾のですねこういった絞りがあるところで、ブルゾンっぽさというところもですねしっかりと堪能できるのがこのシャツアウターのですね魅力かなというふうに思ってます。先ほどのですねシャツアウターに比べるとだいぶですね生地は薄めなので、個人的にはですね1枚で主役で着るというよりはこの上に重ね着をすることが多いかなと思います。先ほどご紹介したこちらのダウンですね、オリーブの色合いの中でも微妙に色が違うので、こういった形で合わせてもらってもグラデーション効果で結構ですねバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。それ以外にもですね先ほどのシャツアウターですね、こっちの方と合わせてもバランスがいいかなと思うんですね。結構買ったものだけでコーディネートがいくつか作れるので、めちゃくちゃこれも使えるんじゃないかなと思いますね。シャツ系はプラス J の中で僕はめちゃくちゃ注目してるんですけども、やっぱり今回もすごく良かったですね。本当に先ほどもお伝えした通り派手さはないんですよ。なんかインパクトがあるものってつい買いたくなってしまうものなんですけども、意外と飽きるのも早かったりするんですが、これはですねその飽きというところを感じないようなじわりじわりとですね良さを感じるようなすごい名品なんじゃないのかなというふうに思ってます。おそらく来年以降もガンガンに活用できるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今僕が着ているですねシャツですね。何枚シャツを買うんだとですね皆さんも感じてるかなと思うんですが、こちらはですねスーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツで、色味はですねベージュですね。2色展開で悩んだんですけども、個人的にはですねこっちのベージュがですねすごく色味の雰囲気が良かったので購入をさせていただきました。先ほどもお伝えした通りスーピマコットンを使ってということで、生地にですね柔らかい光沢感があってすごくですね上品なんですね。このあたりはブルーもそうなんですけども、まずは発色がすごく綺麗だということ、ここがですね他のシャツとは圧倒的に違うポイントかなと思ってます。それでいて価格は4000円ということで、通常のユニクロのシャツよりも少しだけ高いんですけども、でもですね4000円でこの上質な雰囲気のシャツが買えるというのは驚きでしかないので、個人的にはですねこれは大プッシュしたいアイテムかなというふうに思ってます。スタンドカラーシャツというのは個人的には大好きなんですけども、襟がですねすっきりとしているので、これからの季節なんかには重ね着に適しているんですよね。
まあ、この上にですね、例えばカーディガンを着たいだとか、あとはジャケットを着てみるのもいいかなと思いますし、さらにはその上にコートを着た時にも、襟がちゃんとあるものよりはこういったスタンドカラーの方が意外とですね、襟の収まりがいいので、この時期にはですね、このシャツというのはすごく活躍してくれるかなと思ってます。しかもですね、秋冬といったらやっぱりアースカラーみたいなものが特にハマりがいいので、このベージュはですね、すごく色合いが綺麗でですね、秋冬にはぴったりなんじゃないのかなと思ってます。まあ、一応ベージュという表記ではあるんですが、色としてはですね、ちょっとこうブラウン寄りなんですね。だけどやぼったく見えないというような、まあ、先ほどからですね、いろんなカラーをご紹介してますが、やっぱりこのあたりの絶妙な色の表現がですね、圧倒的に美しいのがプラス J の特徴なのかなと思ってます。まあ、シャツ自体のデザインもですね、前立てがあってですね、このあたりもデザインのちょっとしたアクセントになってるんですね。まあ、前立てがある方がちょっとカジュアルな感じがするんですけども、素材の質感が上品なので、そういったカジュアルさとのバランスは非常にいいかなと思います。あとは胸ポケットですね。これもですね、ちょっと位置としてはややこう脇の方に寄ってるんですね。このあたりのポケットの配置なんかもですね、通常のシャツと比べてやっぱりこだわりが詰まってるので、完成度が改めて高いなというふうに実感してます。去年買ったプラス J のシャツは今年もガンガンに使ってまして、非常にですね、長く使えるというイメージが強いんですね。このシャツに関してもですね、正直これから先ガンガン使えるかなと思いますし、長い目で見てもマストバイかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思ってます。オンラインを見ると結構ベージュよりもブルーの方が売れ行きが良かったかなと思うんですが、個人的にはですね、実物を見た感じではこのベージュが大人っぽくていいかなと思いますし、着こなしの中にちょっとした差し色にもなるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、今僕が着ているこちらのカーディガンですね。商品名がですね、プレミアムラム V ネックカーディガン長袖、色はですね、ブラックを選択しました。この色はですね、かなり迷ったんですね。当初はグレーを選ぼうと思っていたんですけども、まあ、ダークグレーという表記だったんですが、少し明るい感じがしたんですね。まあ、このラムの素材ってちょっと毛羽立っているところもあるので、そういった素材の特徴とダークグレーというところを考えると、意外とシャキッとした感じに見えなかったので、個人的にはですね、アウター感覚でサクッと羽織ることもあるので、ブラックの方が使い勝手がいいかなと思ってこちらを選択しました。まあ、デザイン的にはね、かなりシンプルなカーディガンではあるんですよね。パッと見はですね、そんなに他のカーディガンと違うようには見えないかなと思うんですが、まあ、細かい部分にこだわりがぎっしりと詰まってまして、例えばですね、この裾の部分のリブが大きめになっていたりだとか、あとはボタン周りの部分もですね、結構太めになっているんですね。通常であればもっと半分ぐらいの大きさだったりするんですが、このあたりも大胆な付け方になっていまして、あとはボタン自体もですね、ちょっと大ぶりになっているんですね。このようなディティールがかなり楽しいのと、あとはですね、このポケットですね、二重になっているというか、本体があってその上にもですね、ちっちゃめのポケットがあったりして、このような細かいディティールにこだわりがあるのが個人的にはすごく面白いなと思いますし、かといってやりすぎ感がないので普段使いもしやすいんですよね。まあ、こういったカーディガンはまさにですね、これからの季節はすごく活用できるんですが、まあ、例えば今のようにですね、シャツ上に重ね着をしてあげるのもいいかなと思いますし、あとはもっと寒くなってきたら、この上にですね、先ほどご紹介したようなダウンを着てもらったりだとか、シャツアウターを着てもらったりだとか、まあ、そういった形で重ね着のパーツとしてガンガンに活用できるので、これは1枚あると便利なのかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなというふうに思ってます。はい、ということで今回の動画では、本日発売になりましたプラス J のアイテムをですね、早速購入をして皆さんにレビューをさせていただきました。個人的には大満足ですね。かなりですね、欲しいものがたくさんあって、僕もですね、当初狙っていたものとは一部違ってはいるんですが、非常にですね、満足度の高い買い物ができたかなと思ってます。まあ、今回ですね、結構早めに入店することができたので、大体の気になるアイテムはほとんど試着をしたんですね。その中でも結構ですね、注目されていたのは MA1 だとか P コートだったと思うんですが、今回ですね、僕は購入することがなかったんですね。それにはいくつか理由があるんですけども、僕自身にですね、あんまり似合わなかったんですね。まず P コートなんですけども、素材の質感とか色合いは間違いなくかっこよかったんですね。他の人が試着をしているのを見るとすごくハマっている方もいらっしゃるんですが、僕自身にはあまり合わなかったんですね。まあ、P コートというと丈が短めでダブルになっているのが特徴的なんですが、今期のプラス J のですね、P コートは
襟がですねかなりしっかりとしているんですね。そこが僕のような小柄でしかも細身の男性にはですねなかなかですねハマりが良くなかったなと思うんですね。というのも襟の存在感に僕自身が負けてしまうのでちょっとこれは合わないかなということで僕自身は今回は買うのを見送りました。一方で結構ですねガタイのいい男性がですねピーコートを着ていたんですけども、それはめちゃくちゃハマりが良かったのでこのあたりはですね体型によるのかなと思ってます。あとは MA1 に関しては僕はですねこれまた以前にプラス J のものを買ったんですが、僕の体型だとですね結構スタイルがよく見えないんですね。ですのでなんだかんだで前回もあまり着ることがなかったので今回も買うのをちょっとですね見送りました。ただですねこれまたいろんな方が試着をしているのを見たんですが、身長が高くてスラッとしているような10代20代の男性はめちゃくちゃ似合ってましたね。これがですね多分今回の商品の中では一番人気が高いんじゃないかなと思います。いち早くいろんな方が手に取っていたので、一番人気かなと思うんですが、僕にはですね正直あまり似合うアイテムではなかったので個人的には見送ることにしました。こんな形でどのアイテムももちろん完成度が高いんですが、人によってどれが似合うかどうかはですね結構左右されるので、そのあたりはですね皆さんの参考になればいいかなというふうに思ってます。今回僕自身が買った5点に関しては大人の男性であれば結構ですね誰でも似合いやすいものが多いかなと思うので、ぜひ皆さんもですね今後の買い物の参考にしていただければなと思ってます。これからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。